こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今、世界が大きくまとまりかけている。日米大の連携強化に英語インドなども、南シナ海での任務を派遣することになっている。そこで気になるのが、豪州潜水艦計画がまだ一向に進んでいないという事実。では、私も少し気になったので、ここで詳しく見ていきたい。豪州防衛白書にも注目が注がれるとは、2020年、日本は導入を進めていた地上配備型ミサイルシステム、イージス・アショアの導入停止を公表するに至ったが、多額の予算と、運用との効率が重視される軍事兵器において、この判断は容易ではない。特に、今回の中止理由が、ブースターの安全な落下を確認できないという発表だったことは、運用における前提条件と思われるだけにこれまで見過ごされてきたのかと物議を醸した。それでも投資した費用が全額無駄になる可能性も否定できない計画を中止したことはある種の英断だと評価する声も聞かれるが、同じく、どう転ぶか不確定なのが、オーストラリア海軍の新型潜水艦計画だ。オーストラリアの新型潜水艦計画は、同国ではアタック級潜水艦と、故障している、現行のコリンズ級潜水艦を代替する、新型潜水艦の、建造プロジェクトだが、2016年にフランスに案に決定したものの、難航している。フランス案は、同国が、その当時は、建造予定だった新型の原子力推進型潜水艦、シュフラン級をベースとし、動力源をオーストラリア向けに通常動力型に、仕様変更するというものだが、まず、ここに疑問を感じる。原子力推進型の潜水艦は、水上でも水中でも、原子力を動力にして、稼働するため、日本やオーストラリアが持つ、現行の潜水艦のように、ディーゼル機関、モーターや蓄電池が不要で、その変更に、少なからぬ工数が予期される。この点は今や自国では原子力推進型の潜水艦しか建造していない。アメリカなどがすでにそうした点から通常動力型潜水艦の建造能力を喪失していると囁かれる現状を見れば不安視されて当然だろう。ついで、フランス自体のシュフラン級潜水艦の建造も予定より大幅に遅延しており、本来2016年に就役予定とされていた一番艦は、ようやく2019年に進水し、実際の就役開始は、少なくとも4年ごと見られている。これに連動してオーストラリア海軍のアタック級潜水艦の建造も遅延が指摘され始めており、今のところ2030年代中盤に一番艦の就役を目指すとされているが、これが実現可能か否か不透明だ。さらに、オーストラリア海軍のアタック級潜水艦は全12隻を建造するという
一大プロジェクトだが、そのすべてが建造されるまでには30年はかかると見込まれており、兵器のライフサイクルから見て無謀との指摘もある。これは潜水艦を主戦力と位置づけて整備を進め、このところ毎年1隻ずつを収益させている日本からしてみれば考えられないほどの長期間だと言えそうで、30年の間には設計が陳腐化するのは必死に思える。また最も問題視されているのはその建造に要するコストであり、契約時の2016年時点で約4兆円と見積もられた総額は、2020年には約6兆円にまで高騰し、実に1隻あたり約5000億円という天文学的金額に達している。これは海上自衛隊の双竜型12番艦で最終の東竜が約700億円であるのと比較すれば、まさに桁違いの高額さで、自国での建造を行うコスト高を考慮しても世界一の建造コストと言えるだろう。オーストラリア海軍のアタック級潜水艦は計画元のフランス、ナバルブループではシュフラン級ブロック1A と呼ばれているが、水中排水量が約4000トン、全長約97メートルとベースのシュフラン級より若干小さい。排水量的には比較選考の対象となった日本の双竜型やドイツの216型と比べても大差はないが、やはりこれらの潜水艦と比べるなら、建造実績という点から見てかなり不安な印象が否めない。ただ気候上からは水中速力が30ノット以上の高速を発揮する原子力推進型でないと実用性に乏しいとされるポンプジェット式の推進方式を採用しており、この点はユニークな艦だと言えるかもしれない。オーストラリアは政治方針として原子力推進型潜水艦の保有が認められていないが、一部フランス側の見解としては同方式での潜水艦建造へも対応可能であると提示したと報じるものもあった。これだけ時間と費用がかかることを考慮すれば一理ある考え方と言えなくもないだろうが、端から見ていると通常動力型の使用で契約を得たにもかかわらず、フランスの都合のいい主張のようにも映る。一応フランスとの契約には解約に対する規定も設けられており、これには約330億円をオーストラリアがフランスに支払えば、このアタック級潜水艦計画を解除することが可能だとされている。冒頭の日本のイージス・アショアでも支払い済みの一部代金を含み無駄となった費用を批判する声も上がっていたが、現実的に無理がありそうな計画を損じ切りすると思えば仕方のないことかもしれない。問題としては深刻な雇用状況の悪化を解消する対策の一手段として、オーストラリア自体が潜水艦の自国建造を唱えてきたことであり、今さら完成品の輸入に切り替えることは政治的に困難とは思える。